全国高等学校総合体育大会アーチェリー競技大会はアーチェリーの高等学校対抗の大会である高窓の宮支配全国高等学校アーチェリー選手権大会を兼ねる高校生に広くアーチェリーの機会を与えアーチェリー技能の向上とアマチュアスポーツ精神の向揚を図ることを目的に全国高等学校体育連盟 全日本アーチェリー連盟などの主催により開催される。1968年に第1回高校選手権大会が開かれ、第26回より全国高等学校総合体育大会に参加している。リカーブ部門の団体競技と個人競技の2種別がある。団体競技には各都道府県代表47校が参加でき、個人対抗戦には 各都道府県代表1名と開催都道府県1名が参加することができる。予選ラウンドでは団体競技、個人競技ともに国際ルール70メートル予選ラウンドとし、決勝ラウンドでは団体競技、個人競技ともにマッチラウンドとすることとなっている。内容は予選ラウンドでは1レーン2標的で1標的当時2人2リッターとされ、業者は ABCD。 CDAB で、得点記録、雇りは1エンド6社ごとに行われ、個人競技の成績順位は70メートル72社で、決定され、団体競技出場者は、個人競技出場者を兼ねている。団体競技の成績順位は、出場選手4名のうちの3名の個人、得点総合で決定され、団体競技の予選通過チームは、男女共に、格上位16位までとされ、 個人競技の予選通過者は男女共に各上位64位までとなっている。決勝ラウンドでは団体競技及び個人競技共に70メートル業者距離で得点記録、雇りは1エンドごとに行われ、業者方法については1回戦3回戦は12社、準々決勝、準決勝、3位決定戦及び優勝決定戦は12社で行う。 団体競技の業者方法については、全体戦において、チームごとに1名の競技者のみが、シューティングライン上に立ち、業者を行い、順次交代して業者を行う。1回戦準々決勝は各チーム24社、イコール2分以内に6社4エンドとされ、準決勝、3位決定戦、優勝決定戦は、交互打ちのマッチ戦とされ、チームは3社後、相手チームと業者を交代し、 交互打ちのマッチ戦では予選ラウンドの上位チームが第1エンドの業者の順序を決定する。以降、合計得点の低いチームが第2、第3、第4エンドを先に業者する。両チームの合計得点が同点の場合は第1エンド先打ちのチームが先に業者する。ありがとうございます。